トッパートッパーは、イアン・プロクターが設計した、全長3.4メートルのディンギーである。トッパーの理念は、厳密に、ワンデザインを守ることにある。すべてのトッパーをできる限り同一に揃えることにより、競技結果が、定や、偽装の際ではなく、上院の技量にのみ左右されることを目指している。そのため、国際トッパー級規定では、認定された業者にのみ、 船体やセールの製造を行わせるとともに、部品交換や補修についても定めを置いている。小型軽量のトッパーは、運搬や偽装が容易であり、単純な構造であることから、初心者に適しているものとして、多くのヨット教室で採用されており、王立ヨット協会でも少年を対象とした競技の一つとして認定している。また、 ワンデザインが徹底されていることから競技も盛んであり、国際オット連盟は国際トッパー協会の主催するトッパー級競技会を国際競技企画の一つとしている。世界選手権は1982年に開始され、当初は各年2006年以降は毎年開催されている。トッパーはイギリスのヤンプロクターにより1977年に設計された。 トッパーは当初はガラス繊維強化プラスチック製で伝統的な金型により製作されていた。この初期型のトッパーの販売数は少なかった。1980年代初頭にポリプロピレーンを射出成形して製作するように設計変更されて以来販売数が上向き発売から20年余りで5万点に上ろうとしている。 ポリプロピレン製の船体は以前のグラスファイバー製に比べて耐久性が高くイギリスのヨット教室で好評を博した。偽装済みの構造と安価な維持費のためトッパーはヨット教室で好まれている。優れたプラスチック工業製品であるトッパーは1977年にデザインカウンシルアワード及びホーナー S アワードを受賞した。 イアン・プロクターの死後15年経過した2007年9月から12月には、イギリス南西部コーンウォールにある国立海洋博物館において、最初のガラス繊維強化プラスチック艇であるテンペストと、共にトッパーも展示された。トッパーは全長3.4メートルと車の上に積むことができるように設計されており、またマストは2つに分解し、 ブームとともに船体に収納して運搬することができるようになっている。2005年に4.2平方メートルのセールが認められた。これは軽量の乗り手が強風下でもリーフせずに搬送できるようにするもので、この小さいセールは従前の大きなセールをリーフして用いるよりも効率的である。トッパーは当初はメインシートを 直接ブームの端で操作するアフトメインシートを採用していたが2004年からブームの中央につけた滑車を通じて操作するセンターメインシートを用いることも許容されるようになったこの変更はトッパーの次に乗る多くの他のディンギーでセンターメインシートが採用されているためであり競技者には歓迎された日本における トッパーの普及とトッパー級レースの活性化を目的として1978年に日本トッパー協会が設立された。日本トッパー協会は一都下の日本支部であり、財団法人日本セーリング連盟の定、種別特別加盟団体である。1980年より全日本トッパー級選手権大会が開催されている。ほか、全関東、 全関西選手権大会も行われている。2005インターナショナルトッパークラスルールズ全文。世界選手権競技結果2005インターナショナルトッパークラスルールズ全文。国際トッパー協会サイト2008年12月5日。閲覧。イットかサイト。ザトッパー2008年12月17日閲覧。バズデンカウンシル。スライドコレクション。ハットナショナルマリタイムミュージアム。 コーンウォールサイト2008年12月17日閲覧風が強すぎる際に畳んだりして穂の面積を小さくすること。リーフ。メインセールの張り具合を調節するロープ。アフトは、線尾の位。アフト。日本トッパー協会規約2008年12月17日。閲覧 JS 不加盟団体一覧2008年12月17日閲覧。日本トッパー協会サイト。 活動状況2008年12月17日閲覧。ありがとうございます。